アメリカ軍が、ついに秒で真っ二つにする新兵器を完成間近との情報をキャッチしました。今回は、この秒で、真っ二つの新兵器クイックシンクを詳しく見ていきますね。海軍と空軍で開発しているので、戦闘機でも使用できる新兵器です。中国はまたまた、怯えているでしょうし、遼寧や山東は、秒で真っ二つですかね。爆弾よりも高威力みたいです。軍事情報を専門に取り扱う YouTube チャンネルとして、著名な USA ミリタリーチャンネル2において、2022年10月にアップされた動画では、クイックシンクと名付けられた、アメリカ軍の新兵器についての紹介が行われ、注目を集めている。ここで取り上げられたクイックシンクとは、アメリカの空軍と海軍とが、共同で開発を進めている、画期的な敵の水上戦闘艦を標的とした攻撃兵器であり、航空機から運用することで、一撃でそれらを撃沈することを目的とした兵器となっている。太平洋戦争において、かつての大日本帝国海軍は、アメリカ海軍の太平洋艦隊の根拠地であった、ハワイのパールハーバーへの奇襲攻撃を敢行し、そこで、急降下爆撃機や雷撃機を用いて、多数のアメリカの戦艦を破壊することに成功した。これは、停泊中の戦艦が相手だったとはいえ、急降下爆撃機が搭載していた、爆弾や雷撃機が搭載していた、航空用の魚雷が、はるかに巨大な戦艦に対しても、有効な兵器たり得ることを証明したという点で、生死に残るものと言えた。太平洋戦争後には、同戦争のような究極の消耗戦は、ほとんど生起しない時代となったが、航空機を用いた水上戦闘艦への攻撃が有効なことは、明白とは言いつつ、それらの一撃が、撃沈を引き起こすことは、やはり至難の業であった。そのため、近年でも、水上戦闘艦を一撃で撃沈することが可能な兵装といえば、攻撃型の潜水艦が搭載する長魚雷が筆頭に挙げられ、かつては、駆逐艦等の主要な武装であった短魚雷は、効果と威力のバランスから、廃れていっている。こうした点から、2022年となった現在でも、敵の水上戦闘艦に対する、最も有効な兵装は、その威力という点からは、攻撃型潜水艦から運用される長魚雷が、未だ頂点にあり、日本の海上自衛隊も、このスキームに則って、海上防衛のように、潜水艦部隊を置く体制を敷いている。近年の長魚雷は、それ自体が、敵艦に直接命中せずとも、その艦艇付近で起爆させることによって、艦自体を水中から持ち上げ、その自重によって、船体に亀裂を生じさせて、一気に撃沈することを可能にしている、海の最強兵器である。しかし、こうした攻撃型潜水艦が搭載する長魚雷にも、無論問題点は存在し、一つは、その使用によって、自身の位置の秘匿が、最大の優位性である潜水艦が、敵に対して、自らの潜航場所を晒してしまう、可能性が、非常に高まることだ。そして、二つ目は、昨今の長魚雷も例外なく、製造と運用に、大きなコストを必要とすることであり、アメリカ海軍の場合には、一発あたり5億円、海上自衛隊でも、一発2億円以上と目され、確かに、一隻2000億円に、近いイージス艦に比すれば安いとはいえ、頻繁に使用するわけにはいかない。こうした現代の攻撃型潜水艦と、その重兵装たる超魚雷の問題点を鑑みれば、アメリカ軍が開発中だとさせるクイックシンクは、既存の航空機搭載用の GPS 誘導爆弾、ジエイダム、を流用することで、そうした問題点の克服を期としたものだと言えよう。
クイックシンクは、すでに、2022年4月には、実際に海上に浮かべた貨物船を標的とした攻撃実験が行われており、同貨物船の側面の海中で爆発すると、その衝撃で船体を裂いて、一瞬での撃沈を実現させていることが確認できる。原理的に、クイックシンクは、前述した攻撃型潜水艦から運用させる長魚雷と同様の手法で、直接敵艦艇に接触せずとも、爆発の衝撃波で、敵艦艇に断裂を生じさせて沈める形の兵器であり、まさに、それを見事に体現させている。アメリカ軍が貨物船を使用した実験で使用したクイックシンクは、既存の航空機用の2000ポンドの GPS 誘導爆弾、JADAM を流用したもので、これは、航空機用の兵装としては、かなり、大型の範疇に分けられる規模のものである。クイックシンクは、既存の誘導爆弾を流用する形式であるため、現状では、一発あたりのコストは、約3万ドル、約435万円相当と、言われており、先の長魚雷の一発億単位と比較すれば、その費用対効果の大きさは、言うまでもないだろう。また、クイックシンクは、その由来により、アメリカ軍が運用する多数の既存の航空機での運用が可能であり、いわゆる第4世代戦闘機の F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン、F-A-18 スーパーホーネット等埋挙に暇がない。いわゆる第5世代戦闘機として、西側諸国の間では、ディファクトスタンダードとなりつつあるロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニングにも、無論、その対象に含まれており、今後は、こうした機体の対艦兵装の主力となることが期待されている。アメリカ軍が、これまでに公表している数値としては、クイックシンクは、最大で、およそ 150km 程度の最大射程距離であるとされており、これ自体は、既存の空対艦ミサイルと、大差はないものの、今後を考えれば長いとは言い切れないのは事実だ。日本では、スタンドオフミサイルを強化する方向が打ち出されており、これは、敵の対空ミサイルの射程圏外から、攻撃を行うことが可能なミサイルのことを指しているが、そこに同列に並べるには、クイックシンクは、未だ十分ではないだろう。ただ、こうしたスタンドオフミサイルが、日本で気球されている理屈は、敵のレーダーやセンサ類に、自軍の戦闘機が発見される前提で唱えられているためであり、F-35 ライトニング2のように、ステルス性の高い機体であれば、今のクイックシンクでも有用かもしれない。いずれにせよ、今のアメリカ軍が最も欲しているのは、すでに、数の上では、自軍を上回っている中国海軍の艦艇といかに対峙して、それらに対して、優位性を発揮させうる兵装であり、クイックシンクは、この回答に、最も近いものと考えてよいだろう。現在も、ロシアによる、ウクライナ侵攻は続いており、このロシア・ウクライナ戦争を横目で見ながら、中国は、台湾をいかに統一するかを思案している。最中だと思われるが、それが現実になるか否かは、中国と台湾との軍事力のバランスに左右されることは、想像に難くない。台湾は、いたずらに中国を刺激したくないと考えている、アメリカにの意向によって、F-35 ライトニング2のような最新鋭のステルス戦闘機は、残念ながら調達できてはいないが、なんとか F-16 ファイティングファルコンの最新版タル V 型は入手することに成功している。クイックシンクは、もち、ローン F-16 ファイティングファルコンに搭載可能な兵装となるため、短期的な視野に立ってみれば、アメリカ軍以上に、台湾軍にとって、対中国海軍を想定した場合に、かなり有効な兵装となる可能性が高いと思われる。ロシア・ウクライナ戦争では、まともな海軍戦力としての艦艇を失っていたウクライナ軍が、地対艦ミサイルによって、
ロシアの黒海艦隊の旗艦であったミサイル巡洋艦のモスクワを排除し得たことが大きな注目を集めた。もし仮に台湾有事が不幸にして正規した場合にも、台湾空軍の F-16 ファイティングファルコンがクイックシンクを実装していれば、こうした例に続く戦果を上げることも不可能ではないと思えるだけに、早期の実用化が望まれる。もともと、台湾と中国とを隔てる台湾海峡は、100数十キロメートル程度しかない距離ではあるが、中国が台湾を武力で制圧しようとすれば、これを超えて兵員を上陸させる必要が生じるため、それらの艦艇を沈められては、目標が達成できない。そうした目的で台湾に接近しようとする中国海軍の強襲揚陸艦等を台湾軍が撃沈できれば、少なくとも敵の上陸と占領という事態は回避させることが可能となると思われるので、クイックシンクの今後の続報には留意すべきだろう。